今日の会場はバイタリティスタジアム。ご覧の通り晴天のコンディションの下で試合が行われます。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。プレミアリーグのこの一戦、ボーンマスがマンチェスターシティと戦います。サッカーファンにはたまらない組み合わせですね。キックオフが待ちきれません。2016年はマンチェスターシティが FC バルセロナに初めて勝利を収めました。低迷した時期もありましたが、近年は強豪として存在感が大きくなりましたね。はい、世界的にも注目されていると思います。こちらがマンチェスターシティの先発メンバーです。ゴールキーパーはエデルソン・モライス、ルベン・ディアスとアケがセンターバック、デブライネとロドリゴが中盤の真ん中、そしてトップはハーランドです。試合が始まりました。このパスは少しずれたようで繋がりません。スローインになります。ムーアうまく繋いでいましたが、ここでボールを失いました。主審がファールを取っています。フリーキックになります。絶妙なところに出した。スペースにスルーパス、ちょっと長いか。あっとポストだ。これで危機を脱したんじゃないでしょうか。今のはマンチェスターシティにとってアンラッキーでしたね。まあ次こそ均衡を打ち破るシュートを決めてくれるんじゃないでしょうか。これはコーナーキックです。デブライネのコーナーで再開。これはクリアしきれていません。ピンチが続きます。福西さん、スタジアム中の視線がこの人に注がれていると言っても過言ではありません。注目のハーランドです。こんなことを言うのは少し早いかもしれませんが、最多得点記録の更新です。あー、来ましたね。おっとと、まだ危機を脱していません。どうやら危機は脱したようです。このスルーパスは通りそうです。キーパーが立ちはだかった。格上のチームを相手に貴重な得点のチャンスです。このコーナーキックにはサポーターも今日一番の声が出ているようです。コーナーキックが入ります。どう来るのか。止めた。しかしボールが手についていない。相手の攻撃をなんとかしのぎ切りました。しかしマンチェスターシティはあれをキーパーに止められるとは思わなかったでしょうね。普通なら今頃1点リードしていたはずです。デブライネーゴールならず、キーパーがセーブ。ジュニア・スタニスラス、ムーア、アタッキングサードに入ってきた。中の選手を狙ってきた。ここはよく守り抜きましたね。カウンターのチャンスです。
掛ける前にボールを奪われました。ハーランド、ベルナルド・シューバにリターン。ボールが足につきません。ルーズボールだ。ファーポストにクロスが渡る。ポストに直撃。これはクリアしきれないか。なんとか危機を出しましたね。ボンマスはサイドに持ち出すでしょうか。入れば1点リード。最後はキーパーの手の中へ。すぐ攻撃に切り替えたい。危ない場面もディフェンスがクリア。ゴールキーパーがよく飛び出しました。ボールを抑えています。タックルで流れを切りました。スローインです。フォーデン、これはシュートチャンスか。キーパーがまだあります。何度もチャンスを生み出せてはいるんですが決まりませんね。いい流れで攻めているのでそろそろ得点しそうな気がしています。次の攻撃に移るためにもここはしっかり守りたいでしょうね。ボールがこぼれる。デブライネ、デブライネのクロスだ。決まった。先制ゴールです。ここまでの流れを見ればこれは当然といった結果でしょう。リプレイが出ます。デブライネの狙いすましたいいクロスが出ましたね。そしてハーランドのヘディングでフィニッシュ。タイミングもコースも完璧、文句なしに見事なゴールでした。タックルでプレーを切りました。スローインです。ここで相手ボール。マンチェスターシティサイドにスペースがあります。いいクロスだ。ゴール。フィニッシュはボレーシュート。鮮やかなプレーです。リプレイですね。綺麗な弧を描いたボールが味方の選手へ渡ります。そしてダイレクトボレーです。吹かさず冷静に決めました。いやーすごいゴールです。アディショナルタイムが2分増やされました。前に運んでいます。惜しい場面でしたが相手のディフェンスに阻まれました。レフェリーはフリーキックを指示しました。笛が鳴ってこれはファール。レフェリーから注意を受けていますがひとまずカードはもらわずに済みそうです。前半が終了しました。マンチェスターシティがリさあ再びキックオフです。好調のマンチェスターシティは前半でかなりのマージンを築きました。自信を持って後半戦に臨みます。ボールを失ったのはハーランド。さあアタッキングサードまでボールを運びます。ここからどう相手を崩していくのか。危ない場面でしたが相手の攻撃を断ち切りました。
ここは一旦クリアしました。これはナイスインターセプト。ここで狙いたい。エデルソンが防いだもののプレーは続いています。決まっていればとんでもないスーパーゴールでした。枠に当たっていなければしばらく語り継がれるボレーでしたね。ベルナルド・シューバー、ハーランド、デブライネ、このシュートは阻止されました。さあボールを蹴った。ジュニア・スタニスラス、いいところでインターセプトしました。デブライネ絶妙のスルーパス。サポーターからはまだ足らないコールが湧き上がっています。映像が来ました。デブライネが完璧なタイミングでスルーパスを通しましたね。そしてハーランドのこのフィニッシュです。1対1からキーパーを鮮やかにかわしてみせました。さすがですね。今日のチームの働きは監督としても満足のいくものだと思います。残り時間は30分です。デブライネがカットします。これは裏へ出してきました。抜ければチャンスというシーンですがオフサイドです。ちょっと走り出すタイミングが早すぎました。狙いはいいので次は出してと息を合わせたいですね。ここでなんとかボールに寄せてきました。カウンターのチャンス、ここは決めたい。カウンターを仕掛けましたがうまくいきません。厳しいチェックを受けて一旦キーパーに戻します。マフレズ、ゴール前にクロスが入ります。チャンスでしたがうまくいかせません。高い位置でカットしました。ハーランドに通った。ゴールに向かう。おっと、またも追加点。これで4点差。相手につけ入る隙を与えません。リプレイを見てみましょう。デブライネの狙いすましたスルーパスでしたね。そしてこのフィニッシュ、キーパーとの1対1からハーランドが華麗なステップでかわしていきました。ワンサイドゲームとなってしまいました。
これはいいボールだ。思い切って狙ってきましたね。しかしこれは枠を捉えきれませんでした。今のシーンも含めて積極的な攻撃がかなりハマっているようですね。これだけの点差がついていることも納得です。攻撃にも勢いがあります。また狙ってきそうですね。試合終了まで15分です。ここでボールを取り返します。また相手ボールです。スルーパスが味方に通る。味方にスルーパスを狙いましたが強すぎたか。素晴らしいセーブでゴールを死守。低いパスはわずかに味方と合いませんでしたね。相手のスローインになります。ここで笛、プレーを止めます。イエローカードです。さっきのプレーに対してでしょう。選手も自覚していたはずです。ボンマスはサイドに持ち出すでしょうか。スライディングタックル。ここでスローイン。アドバンテージです。続いています。マンチェスターシティ、ベルナルド・シューバがボールを失いました。いいスペースにボールを出しました。試合終盤に決まった。まだまだ得点差があって厳しいですが、最後まで結果は分かりませんよ。このチャンスはしっかり決めてきましたね。ゴール付近からの見事なフィニッシュでした。レフェリーがペナルティーマークを指さしました。相手に追いすがろうとしているチームにとっては痛恨の PK でしょう。 PK が与えられたものの選手にカードは出ません。カードが出てもおかしくない場面ですが、そこまで悪質ではないという判断なのかもしれません。この PK がダメ押しとなるのか。あっと、この PK は大きく外れた。どうしたんですかね。足元が滑ったんでしょうか。タックルで止めに来た。カウンターを狙っても面白そうです。カウンターアタックが終わっていません。シュートを打ちたい。エデルソンのビッグセーブ。ホイッスルです。このリーグ戦はマンチェスターシティが勝利を収めました。要所をうまく抑え、ゲームをコントロールしていました。それがこの勝利の要因でしょう。監督や選手たちにとっても今日は会心のゲームと言えるんじゃないでしょうか。